今日はたくさんお菓子をもらえる日だね。さっきはとんがりコーンと雪見大福をもらって、まだまだ足りないよ僕は。そうだ、次はこの家にしよう。トリックはトリート。キノコの山あげる。どうも。いや、久しぶりにあんな変なオープニングを作った少年だと思って笑いが込み上げてきちゃいましたね。すいません。で、今日はこのコースやっていきます。スーパーマリオブラザーズトロールレベルバージョン2。今回はエンジェルルさんことツテルルさんのコースですね。で、このサムネはマリオオデッセイかな？やっぱテルルさんのコースのサムネってめちゃめちゃ見やすくてわかりやすいよね。いつも凝ってるんだよな。僕の動画のサムネも作ってほしいぐらいですよ。そんですげえ気になっちゃうことが一つあるんですよ。なんだあの最速の人、 S キング M キングってなんだ。どっちかにしろ迷ってんじゃないよ。私は M キングとか言われてますけどね、それも全部この制作者のせいなんですよ。人のせいにするんじゃねえよ。お前自身が積み上げてきた結果そうなったんじゃねえか。僕は S だからな、忘れんな。どうだっていいんだよそんなことは。さっさ始めろ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.2%。 そういや最近ディズニーの映画を見たいなと思ってディズニープラスっていうのに入会したんだよね。そして初めてアナと雪の女王っていうのを見たんだけど、めちゃめちゃ面白いね。面白いし感動もあるし、マジで泣きそうになっちゃったよ。お前が雪の女王か。開幕エルサでさ、映画の中でレッドイットゴーが流れたんだけど、そん時マジで泣きそうになったね。今までさ、あ、この曲いい曲だねっていう感じで聞いてたんだけど、そのエルサの心境を知った後のあの歌よ。もう氷は作らないで。あのさ、映画見た後って誰かと喋りたくならない？その感想とか。だから今日の動画はずっとアナ雪のことばっかり喋ってると思います。アナ雪。でもね、レッドイットゴーが流れた時に、僕前にさ、レッドイットゴーをネタにして変な替え歌歌ったじゃん。それのせいで台無しになってしまってさ。ちょ待ちなさい。その時替え歌で、ありのままの俺を見てくれよと言ってたんだけど、お前じゃねえんだよ。マジでアナ雪に謝りたいと思いました。変な曲作ってしまって申し訳ありませんあの時の自分を殴ってやりたいね。こんなにいい映画なのに何やってんだ俺と思って。さあパンを持って下に行けばいいのね、うん、やっぱりなんか売ると思ったよ。雪先はここね、ドアを開けて、罠にかかるの。今更アナ雪の話かよと思ってる方いるかもしれません。そんなのはどうだっていいんだ。昨日今日初めてワンピースを見た方もいるかもしれないもんな。いやマジでアナが可愛すぎてやばいんだよね。僕の心は穴だらけですよ傷ついてるみたいな感じで言うな。いやマジで僕の心の中はぽっかり穴に穴開けられちゃった気分ですね。頼むアナ、僕の心を埋めてくれよ。墓に埋まれてか。え、これドアに入るじゃん。で、左おしっぱかな、しゃがみおしっぱからの被弾したった。ドアに入るのが間違いなら下に行く以外ない。そうだろ。降りた瞬間すぐジャンプなんじゃない？それで大丈夫。で、こいつは叩くがいいのか、叩いた瞬間すぐ右、違う、よっほほほほほほし。で、さっきのハテナブロックは何だったんだろうな。この上はカエル？え、もしかしてカエルを取っていけみたいな。いや、でも取れるわけがないよな。で、こいつはどうやって行くんだっていう話だけど、もしかしたら P スイッチがなくなってこのドアに入るのが正解なのかもしれねえ。さあ、進ませてくれ。どうする、行きアップの方に行ってみるか。ここどこ。アナ雪ってさ、2もあったじゃん。それも見るのめちゃめちゃ楽しみなんだよね。なんだまー隠れても分かってんだからな。うんぱぱぱうんぴぴぴんぽぱぱぱへい、まるまるに邪魔されたけれどもう二度と引っかかるかよこの果てな、わさかななんかにも引っかかると思ってるのか。どこに入れませんね喉もおかしいって。変な歌歌うからさ、もうこの先はヒントみたいな感じ。その土管に入れってか。どうやってられんの。シャラクセーバレすんだ。上に風があるじゃん。この風に乗って上に行けっていう感じなんかな。おほほほ、やっぱそうじゃん。なんで。分かったかもしれん。ここで一旦ツラロを落とすでしょ。そうするとオンオフが変わってくれるみたいな。で、上に行けば大丈夫。で、これで左を進化すれば土管に入れるんですね。よしよし。うん、なんか目が痛くないか。このハテナ叩いていいのか。
このジャグリア鉄球ってこんな感じで遊ばせることができるんだね。いつか僕も使いたいと思いますよ。今遊ばなくていいんだって。大丈夫か、めちゃめちゃヤバいことになってる。今すげえ楽しかったな。で、うん、やられてはないか。で、このボムちゃんは何？これどうやってやられんの？ねえ、黒いバクバカ！もう一回やろうと思ってもできるんかな、これ。これめちゃめちゃ好きだな。やっぱり面白いコースを作ってくれるね、テルルさん。じゃあ早めに上に行っちゃおう。で、このオープンブロックは踏んじゃってよかった。いや、いいんじゃない。で、このパワーブロックを持ってこの花を置いて倒そうか。うわ、待ってな。いや、いや、全然全然、上のバックもいなくなったもんだ。このまま先に進めるぞ。一回見ればもうこっちのもんよ。ここでパワーブロックを取るでしょ。で、投げた瞬間に左に行こうか。そうするとフラワーが取れると思いますよ。オッケーオッケー。そしてもう一つ気になってることがあるんだよな。あのガリガリがあるじゃん。この真ん中に絶対なんか隠してると思うよ。ほら、サマーデイズスペルル。誰がいるんだって。そんなことして楽しいか、スペルル。罠を一つ回避したと思ったらすぐにこれだもんな。こんなところにツタがあるなんて誰がわかんのよ。で、下から行けばいいの。これ上からだったんじゃない。ねえ、この下大丈夫？さっき針があったように見えたけど。ですよね。テルルよ、君のコースはよくランキングに入ってるとか言うけどな、ほとんど僕のおかげと言ってもいいぐらい過言じゃないね。それやめて。冗談じゃん。だからもう攻撃するのはやめてよ。僕は君の力なんて 1% にも慣れてないって。じゃあ上から行こうか。俺上から行けねえぞ。俺じゃあ下から。あ、下開いてんじゃん。おい、ちょっと待って。鉄球が来るのは予想できなかった。僕の負けですよ。とか言うとでも余ってんのか。鉄球を仕掛けてるやつの方が悪いんだよ。じゃあここでツタを取って、ツタを取ってじゃない、キノコを取って土管に貼ります。そろそろ中間あってくれんのか。どこそれ。もう引っかかるかよ。で、上に行けぞ。で、右押しまで誰か止めてくれ。そもそもよ、この土管に入るでしょ。で、どっから出てきてんだっていう話だよな。え、こっから出てきてんのか。なるほどね。じゃあジャンプ C の一旦右行って、ここで下をシップ。多分この土管で合ってると思いますよ。さあ、この中間取れんのか。中間、中間、いや、いやクリボー、いいじゃん、オープニングで活躍したんだからさ。もう出てくんなって。お前、てめえにも言ってんだよ、土管から出たら何もしないで。そうするとツタが出てきてくれるよな。で、中間は忘れてた。でも中間からだもんね。痛くも痒くもないんだから。じゃあ左で逃げておこうか。で、魚が降ってきた。さっきと違うじゃん。さっきと違うわな。持ってきてんじゃないよ。で、このパンを持ちいの。ちょっとみちも邪魔すんなって。これ置いたらどうかなんないかな。この生ゴミ。ならば下のパワーブロックを持たないでおこうか。そうするとフィッシュボーンが塞がれると思うんだよな。で、上の音符はなんだ。魚。絶対あの音符は鍵が入ってると思うんだよな。あれ、全部魚っていうことはこいつが鍵みたいな感じ。うわ、右が開いたぞ。え、どっち行けばいいんだろうね。うわ、完全に2分の1だって。でも右怪しいよな。こっちで入ってみますよ。頼む、2分の1の神様はいなかった。ブブって言われたもんな。絶対こっち違うって。アンチタイム、死に耐久っていう感じですかね。うん、なんか面白そうな死に耐久ですけど、まずどうやってやられるか考えようか。雲の上に乗りいの。この上に針があるけど無理だもんな。え、これマジで意味わかんねえ。雲の上に乗っちゃってみようか。で、隠しブロックがあるってことは、え、これ一番右の方の隠しブロックを叩けとかそんな感じなんかな。いや、この雲の上に乗るのがまず難しいのよ。雲の上に乗ってここでジャンプ連打してみようか。キノコ取る。いや、キノコは絶対意味ないと思う。だから一番右の隠しブロックがあるじゃん。あそこ叩いたら右の方に行って P ブロックが発動するみたいな、そんな感じだと思うんだよな。いや、あのドクロレフトに乗ってみる。ドクロレフトに乗りの。ここで全部叩く。いや、違うの。え、ワンナップじゃん。いや、マジで意味わかんねえ。なんだよここ、やられ方教えてくれよ。あと1個、あの1個だけ。いや、逆にさ、あの1個だけがやられる何かだったらめちゃめちゃ運悪くないか。僕、あの1個を叩けば何が変わるって言うんだい。これ別だ。
さあ来たぜみんな、残りいくら、こいつを叩けば。え、ワンランプだって、やられ方が分かんないって。なんかリフトも来てくれたしさ、わざわざ死にたいけ頑張ってする必要だ。うわー今まで頑張って全ての勝ちブロックが叩いたのは何だったんだ、ふざけんな。じゃあ素直に左のドアに入っていこうか。こっちが進めるルートお願いします。ドッスン、みんなって、いや、あのドッスンはこっち来ない、見てて。ほらね、言ったでしょ、左にドッスンが。いないね。じゃあこのまま先に進んじゃおうか。あのドッスン、右にダッシュしても普通に壊せそうでしたけどね。じゃあここのハテナブロック、絶対なんかあると思うよ。あれ、なんもないんだ。なるほど、鉄球が出てきてくれる。やめろ。右にダッシュしたら爆発かなんかに巻き込まれてやられるっていう感じなんじゃないかな。で、鉄球を出してもらって、ここですぐ上に行かなくちゃいけない。スネブーロ、お前を信用するぜ。僕はこの場所で何もしないさ。こっちで合ってる。ねえ、スネブーロ、あり寄った。右上のスターを取っていかなくちゃいけなかったのね。じゃあここでスターを取りのチョロプーはいい、ドーラテイ、ここから走っていくまでよ、早めに急いでいこうか。お前は何をしてくる、もう常に左ダッシュしていくよ。あのブラッパをどうやってかわそうか。うん、左に行き過ぎちゃいけないからこの辺で待っておけば大丈夫。で、キノコを取ってよかったのかなこれ。ああ、当たっていいわ。で、このドアに入っていくと。頼む。急いでドアの方に行っても無理だから、すぐ上に行ってドアに入る。これで大丈夫だ。さあゴールを見せてくれ。ゴールちゃん、ゴールさせてくれ。コロコリタンコ三兄弟か。さあ戻ってきたぜみんな、ここは急いで行こう。急いで行ったらゴールができる。シャいやー、ザ・テルルさんのコースっていう感じで本当に楽しいコースでしたね。素敵なコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ゆうゆう、説明文に暑いし落ちるし間に合わないし近いちょんやけど、サムネを見る感じ大量の砲台が一マス間隔で設置されてあって、その中にバブルが往復するような形で作られてんのかな。多分砲台の隙間に入らないように、なおかつバブルを避けながら進めっていうコースだと思うんだよな。いや、それだけでも難しそうなんだけど、あの砲台から何が出てくるか気になんない。まあ進行を邪魔されるようなものは出ないとは思うんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.03%。 そもそもあのバブルの上から抜けれるかっていう話なんだよな。で、ゴール条件はなし。いや、ちょっと隙間が空いちゃったから抜けれるとは思うんだけど、ちょっとよく見ておこうか。何この追跡型のロケット。まあいいや、このまま先に。いや違うんだって。すいません、みっともないところを見せてしまいました。まあいつものことですけど。じゃあこれで一旦ゆっくり行ってってみる。で、この間を抜けろみたいだ。いや無理でしょうか。分かった、走ってしゃがんでジャンプして抜けるんだ。え、いける、これめちゃめちゃギリギリじゃない。いや絶対無理だって、この間抜けるの。あ、分かった、下から行くんじゃない。下からロケットを踏みつつこのバブルを避けるみたいな。そんなのできるかな。このロケットタイミングよく出てきてくれる。ここ殺すのか。でもそれ以外方法はないと思うんですよ。タイミングよく下に落ちてキーランを踏んで、キーランを踏んで、ここか。じゃあママビーよ、一旦下行ってみます。もしかしたら攻略法があるか。上からも行けない、下からも行けない。じゃあこのバンブルの間をくぐるみたいな。あ、これで行けんじゃん。はいはい、攻略法を見つけたぞ。真ん中から行けるって分かればもうこちらもんよ。なるべく右側に行ってのここでしゃがんでおこうか。で、あいつ大丈夫。追跡見つけた。この追跡するやつを処理したところで間に合うかっていう話なんだよな。これで時間が残り2秒1秒。いや絶対無理だもんな。だから最初にどんだけ右に行けるかが重要になってくると思うよ。見ててくださいよ、めちゃめちゃ早く右に行ってやるぜ。ここで超右超右に、ここもうマリメやめろ。あの追跡ロケットがめちゃめちゃ厄介なんですよ。あいつがいなかったら結構簡単にクリアできると思うんだけど、なるべく右側にどんどん行けるの。逃げてみようか。これだ、いける、頼む、殺して。あー、どんだけ踏まれたいんだよお前。次は絶対にゴールできる。ここまでできちょってゴールできんかったら僕は本当にマリメをやめたいと思いますよ。さあここで待っておけ、ここでも待っておけ。で、ここでゴール。さっきの取り消した。おかしいって、今絶対ゴールしたじゃん。任天堂さん、当たり判定のアップデートお願いします。そうしないと僕は一生このコース。クモン式より難しい。お前の脳を理解するのが一番難しいんだよ。騒ぐな、わめくな、そしてさっさとゴールをせ。わかりました、これで絶対ゴールしてやるかんだ。来たんじゃないこれ。あれ
これ本当にキラーがいい位置にいて難しかったですね。でもすげえ楽しいコースでした。ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。